はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあね、いよいよね、囲碁サロンの方も6月1日から営業開始ということになりますけども、まだね囲碁サロン来たことないよっていう人はね、ぜひともこれを機にですね、一度足を運んでいただければ嬉しいなと思います。ぜひともね、まあ YouTube せっかく見ていただいてるんでね、まあ質問なんかあればもちろん持ってきていただいてもいいですし、まあいろいろお話できればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ本当にもうね、やっとお会いできるっていう人はたくさんいるのでね、はい、私も非常に楽しみにしております。はい、ということでね、まあもちろん YouTube の方はね、最初から囲碁サロンやってる時から続けておりますから、これからもね続けて頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、まあ置き去りの傷を探せということで、黒番で、まあ置き去りの傷を探せっていうね、昔本があったんですね。それまあ非常におすすめの本で、まあ知らないよって人は検索ねかけてもらえればと思うんですけど、まあ級位者の人なんかには特におすすめの一冊で、まあ結局5って、まあ布石とか中盤寄せいろいろありますけど、なんだかんだ最後に、手がないと思ってたところに手があって、お石が取られちゃったとかね、うん、ダメが詰まって地だったはずがね、地じゃなくなってしまったとかね、そういったところで結局結果が動くっていうことが実はかなり多いんですね。はい、まあ経験ね、多分みんなあるんじゃないかなと思いますけどね。もちろんね、私ももう何百回何千回とありますけども、はい、なので、まあそういったところをね、しっかりこう磨くと、基本的には勝率っていうのは分かりやすく上がるんじゃないかなというところなんですね。はい、なので、今回ね、そういった形で、まあ、ちょっと置き去りの傷を探してもらいたいなというふうに思います。はい、まずはじゃあこの左側からやっていきましょう。黒番で、これもね、盲点になりやすい問題。はい、黒番で、まあ結論から言うと手があるんですけども、どういう手がありますかということで考えてみてください。はい、まあゆっくり考えた人はね、いつも通り動画を止めて考えていただければと思います。これね、こういうの大事なんですよ。まあ白番だった場合には逆にね、手を入れるのかな、手を入れないのかなっていうのを考えるのは大事ですしね。黒はまあここ相手が手を抜いたら、じゃあどこから手にするのかなと。そうで、まあ白の時の気持ちとしてもですね、これはやっぱりただ怖いから守るっていうのはね、そうは言ってもあまり良くないんですね。実際は怖いけど手がないところもたくさんあるわけで、はい、なのでやっぱりこうやられて手があるから守る、うん、なんとなくでも自分の読みをやっぱ信じていく方がですね、手がないのと思ってるのに手入れてしまうとね、一番良くないですから。はい、すると、まあ、長期的に、その後だけだと分かんないですけど、長期的に見た時にね、やっぱ成長しにくい、怖いからという気持ちだけ、ね、読みじゃなくて気持ちだけで手を入れてしまうと、うん、何でもかんでもやっぱ怖いからということで戦えなかったりとかね、そういう風になってしまいますから、やっぱり何かしらちょっと理由は欲しいですね、守るなら。で、読めなければこうやって手を抜いてね、その後手にされてしまったら学べばいいんですね、そこから。はい、ということでここで黒番で、どうでしょう。まあ一番最初に思い浮かぶのは、当然ながらこれは切りから考えますよね。はい、ここから読むのは正しいですよ。はい、で、ですがこれこう打って当ててみても逃げられて、あれ入っても取られちゃうなという読みになるわけですね。なので、あれ切ってもうまくいかない、でこっちから当ててもここ入ってもあれ取られちゃうなということで、うまくいかないわけですね。なんで切りがダメなんで、まあ、白が手を抜く気持ちもすごくわかるし、はい、まあ、こういうところから当ててみましてもね、こんな風に来られても入れますからね。で、逃げてもドンと取られちゃいます。はい、ということで困ってるんですよ。うん、で、いよいよ正解はここのツケが正解ということになります。うん、これうまいですよね。これね、ちょっと気がつきにくいんですよ。この何ですかね、本来切りたいところをこう繋がせてしまうような手だから、ちょっと気がつきにくい。打たれると簡単っていうことなんですね。はい、何が簡単かっていうと、ここに継いでくれば、こちらを当たりにして継いだら、これ当たりしてもうここのね、当てきても先に取れますよね。で、取れたということは、ここは一眼で全部取れちゃいましたね。これは大変ですね。はい、うん、なので、まあ、白としてもこちらを繋ぐぐらいですけども、ただまあ切りまして、こんな風に来ても一目取って、まあ、手にすることができましたということですね。はい、ということで、まあ、置き去りの傷ですから、そう、まあ、手にすればいいよっていうことですね。ごめんなさい、まあ、爪ごと思っちゃった方ね、すいませんけども、そう、置き去りの傷っていうのはあくまでも地っぽいけど、そこに何かしらの手があるよっていうことですね。はい、まあ、あとはここもね、ちょっと筋っぽいんですけど、これも、まあ、ついてくれればね、切って逃げたらポンとうまいんですけども、これはこの時にこちらの方を打たれまして、でその後切っても当たりされて、逃げてもドンと取られてしまいますので失敗ということになります。はい、ということで、これね、結構実際盲点になりやすいんです。はい、結構強い人でも盲点になりやすい形だと思います。はい、でここでもう一台右下、
これもね、知らなければもうどう見ても、誰がどう見ても白地ですよね。この中に入ってきたらしつこいやつめっていうぐらいね、思ってしまう可能性すらあるところですけども、これ実際手があるんですよ。まだ白地とは言えません。はい、どのような手があるでしょうか。ちょっとね、考えてみてください。はい、まあ、ゆっくりね考えたい方はいつも通り動画止めて考えてみてください。さあ、それではここで答え見ていきます。これね、知らないともうこんだけ目あってこっちも目あるからね、ガチガチでもう手がないだろうと思ってしまいそうなんですけども、はい、ここではこちらですね。はい、まあこの形ね、やっぱりまず最初にこうなんとなく左右同形みたいな形ですから、はい、まあここを線にして斜めに線入れてね、線対称みたいな形なんで、やはり真ん中がね、手になるということがほとんどですね、そういう形は。はい、でこれに対して白は、まあ、どっちからか当たりして取り行こうっていうことになると思うんですけど、当てた時にね逃げちゃいまして、これでねあれとなるわけですね。ん、ちょっと困ったぞと。こっち入るとボーン取られちゃいますね。うん、でこっちに入っても取られてしまって、でこれ取り返せるんですけど、これは黒がまたパスしておいて、うん、どうか打っておいてね、うん、白またここ来ても取って、でまた白取れるんですけど、また黒他打って、また白ここ打てますけど、これね、これ何やってるか分かりますかね。これ白ひどいですよね。はい、ま、白2回使って同じ形にしかなってないですから、黒その間にねポンポンポンと3回ぐらい他行っちゃいますからね。なのでこれは白何回1の1に入っても意味がないですね。はい、なのでこのままで終わるんですけど、これ何かっていうと石です。石、はい、黒も入れないんです。実は黒も入ると取られちゃいますよね。はい、でこっち入っても黒を取られちゃいます。ということは黒も何もできない。で白もさっき言ったようにここ打てるんだけど、打っても一手パスみたいなね感じになっちゃいますから、なのでここで石、はい、これ結構ね勘違いしやすい形です。白が目があるから目あり目なしなんじゃないかとね、ちょっと勘違いしやすいんですけども、これで石の形ですね。はい、でまあ、ちなみに反対からですね、当ててきても同じなので見ていきましょう。こう来てもこれもこちら側に逃げておきましてね、はい、やはりこれも白こちら入ると取られてしまうよと。はい、でこっち来ても取られて、またさっきと一緒ですね。これこのままで石の状態だから、白はまあ入ってもしょうがないんでこのまま終わりで、はい、まあ、石の時はですね、白ここ目がありそうなんですけども数えません。お互いにこのまま触らずに、もう何もカウントせず、整地もせず、このままここはゼロの状態でおしまい。だからこれ何もしなければ 1,2,3,4,5,6,7 個のね白の陣地があったなと考え数えてしまいそうですけども、ここに行くことでその7個の地がゼロになりますから、7目の手ということになりますね。7目っていうと込みが6目あるんですから、込み以上の手になりますんでね、非常に大きな、戦果ということが言えそうです。はい、ということでね、結構やっぱりこの終わり間際の手を見つけることができるかどうか、これ本当にね、侮れません。これが一番私の経験上ですけどね、やっぱ即戦力と言ってもいいですね。はい、なので結果をまずね出したいなっていう人は、こういった問題にねどんどんこう終局間際で手を入れなければいけないのか、あるいは入れなくてもいいかなって考えるところですね。はい、であと自分が相手が手入れなかった時にこうやって正確に手にできるかどうか、うん、でおすすめの本がですね、ちょっとお待ちください。はい、こんな感じのね、これ置き去りの傷を探せ、まあ2と、まあ1と2とね、あると思うんですけども、このシリーズがですね、結構終わり間際の手があるのかな、どっか、もう陣地になってそうだけど手があるよ、どっかに手があるよっていうのを探してくださいっていう問題で、まあ割合私の、生徒さんにもおすすめしてたりするようなね、本で、うん、やっぱり最後のね終盤力がつくよっていうことで、結構こういうとこね勉強し、なかなかする本がなかったりもするので、はい、やりたいなって思っても実践で頑張るしかないっていう話になっちゃいますから、ただこういうのでね繰り返し繰り返しといて、そういったやっぱパターンってありますからね。そうは言ってもこういった形が手になりやすいよとか、そういうパターンいくつかあるんで、そういうのを掴んでいくっていうのに繰り返しやるためには非常におすすめかなと、まあ、日本金さんのね本ですね。はい、ということで、まあもしね、なんかそういうの探してみようって方は参考にしてみてください。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね実践に使えるテクニックですが、まあ今回みたいにねちょっとこれから本なんかおすすめのね本なんかも結構聞かれることがあるので、まあこういった形で何か、紹介できるものはねしていけたらなと思います。まあ今の時代本当にねインターネットでもいろいろな本買うことできます。結構昔の本だとね手に入れるの大変だなとか本屋だとねあるんですけども、結構まあネット上探すとね、まあAmazonさんはじめねいろんなところで売ってたりしますから、まあそういったのをねあるので、ぜひ紹介していければいいかなと思います。本当にたくさんのねいい本がもう
5はいっぱいありますからね。で5って結構その新しければいいかっていうとそういうものでもなくてね、結構あの古い方にも名所たくさんやっぱありますんで、うん、あのそういったものもぜひね紹介していければと。どっちかというと私新しい本というよりはね昔の本の方が多分詳しいと思うので、まあそういった形でね少しご紹介したいと思っております。はい、ということで、ぜひともねまだチャンネル登録してないよっていう方もよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。